ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。どら焼き半分にしてブラジャーにしてみた。皆さんこんにちは、アイアマンです。久々に思い浮かびました。久々にこれはおもろいっしょ。久々の自信ということで、今回は長距離選手に見てほしいトレーニングっていうことで、僕普段フリーランスでいろいろ活動してるんですけど、その中で足を速くするとか能力を向上させるっていうことをやってるんですけど、その中の取り組みの一つで母校が駿河台大学っていうところ で、うん、でそこの駅伝チームのジャンプトレーニングとかフィジカルトレーニングを担当します。へえー、すげえ。そのトレーニングっていうのを今回は簡易版にして、こうよしきさんトレーニングして動画を通して皆さんに伝えられたらなと思います。よしき強くなる今日。いや、ありがたい。いや、なんかさ、短距離のイメージでドリルって長距離用のっていうのが嬉しいよね。他の大学とかチーム見ててもなかなかやってるところが少ないんで、やらせるとめちゃくちゃ下手くそ。みんな俺を笑い物にしてますけど、長距離選手ほんと俺みたいになるから、うん、だからこそ取り組むべきところ、自分の引き出しっていうのは多い方がもちろんいいので、まあ、そこをね少しでも多くして皆さんのねパフォーマンスがアップできたらと思うので、いきましょう。ありがとうございます。ジャンプに入る前にまず大事なこととして、よしきさんもまず最初にやることって何ですか？一番最初。そうっすね、 TikTok って真面目に答えると、ストレッチとか含めて、その総称って何て言いますか、はい、アップ？そう、はいはいはい、ウォーミングアップをね、はい、皆さんやると思うんですけど、そのウォーミングアップの目的って怪我しない、はい、怪我の予防、パフォーマンスアップ。そう、パフォーマンスアップ、体をね、機能的にするっていうところをまず最初に取り組むことによって、体が機能的になって実際に本番とかそういうトレーニングに向けて動きやすい、自分が使いたいところを使えるっていう体にしていくっていうのがすごい大事なので、簡単に言うと筋トレを最初にやってから、はい、その筋トレをやった後にジャンプができる人って何ができてるかっていうと、止まるって筋トレが一番できる。なんでこのジャンプとかパフォーマンスアップにつながるのかっていうと、まあ、陸上選手含めて前に進む時とかって基本片足立ち、この片足立ちの局面でこう止まれるのかこう止まるのかで使う筋肉って変わってくるんですよ。どっちの方が早くパフォーマンス発揮できそうですか？ピタッて止まった方がグニャンってなるよりも無駄な筋肉にロスなくいけるイメージが、まさにそうで、短距離選手も含めてやっぱ筋力がないとか止まるっていう能力が低い選手っていうのは、この接地、地面についた瞬間にどこかの関節でパワーを吸収しちゃうんですよね。干渉って言います。はい、干渉をしてしまうと何が起きるかっていうと、それがガチッと固められて 100% 前に進めるのに、それが力が吸収されることによって発揮できる力が 50% になっちゃう、 40%、30% で、そうなってしまうと前に進めないです。そうです。でジャンプも一緒、ここで潰れてしまうと前に飛びたかったりとか上に跳ねたいのにパワーが吸収されて小さくなってしまうので、はい、そうならないためにまずは止まるっていうのがとても大事だ。それで止まれて初めて次のジャンプにつながるって感じなんで、筋トレ、止まる、ジャンプっていうこの3つで今日は、ね、いいですね、うん、早速筋トレの方からやっていきましょう、はい、ダッシュでいこうぜ。はい、じゃあまず最初に筋トレということでいろいろやっていくんですけど、はい、走りとかジャンプとかで使う筋肉、よしきさんとかケツ、前ももふくらはぎ、めちゃめちゃ大事なんだけど、ハム、ハム、そう今言ってくれたこの筋肉を筋トレをして、はい、次のジャンプ動作とか止まる動作に向けていつも使いますよっていう状態にしておくっていうのが大事です。これからやる筋トレっていうのはもちろんジャンプの時もそうなんですけど、普通のウォーミングアップとかでもぜひやってほしい種目です。ヒップヒンジっていうトレーニングあるんですけど、まずやり方としては、足はだいたいこう肩幅ぐらいに開いて、つま先はくっと正面で、ここから膝をつま先よりも前に出さないようにお尻を後ろに引く感じで、股関節からこうやって曲げていく、はい、そう股関節から体を前に倒して戻すって感じです。胸が地面に対してどうなってるかをちょっともう一回見ます。はい、せーの、倒して戻して、はい、さあよしきが、曲がってるっていうか、そう、前に倒れてる、うんうんうん、そう、これが前に倒れると何が起きるかっていうと、使いたい筋肉がハムストリングスがお尻なのに、これが前に行くと前ももが優位、うん、走ってる時もこっちで力を返そうとする。なるほどね。お尻が使いづらいっていう状況が生まれる。すね、うん、はなるべく地面に対して90度で保って前に倒して戻していく。確かにすねを90度って意識に変えただけで、ここのハムにかかる負荷が全然違う。で、これもかなり難しいんですけど、もう一個、足の裏は全体をしっかりと支えて。あー、なるほど。今の多分動画見返してみたら分かると思うんですけど、よしさんは後ろ重心。そうだね、そう。後ろになってこうやって引いてるから、こうなるべく遠くにお辞儀するって感じ。遠くにお辞儀をすれば、すねも変わらないし、重心もちゃんと真下に乗せれるしっていうので、ここの体の使い方の感覚っていうのは、まあ、もちろんたくさん練習して経験しないと身につかないので、ぜひ皆さんね、鏡とか見ながら、動画撮りながらチェックしてみてください。あともう一個、
こう正面から見た時に今こう若干膝が内側に入って、うん、入ってますね。そう、これが2インっていう状態で、うん、こう膝が内側にいるよっていう状態になるので、はい、でこうなると何が起きるかっていうとこうランニングの時も内側に入ったりすることによってこの膝へのダメージが大きくなって、うん、こう怪我につながったりとかするので、うん、なるほど、ここもすごい気をつけないといけない、いろいろ意識しながらやってます。これを走る前にやるのがベスト。めちゃめちゃいいです。正しい形を覚えておいた方がいいかもね。もう一回復習をすると、はい、足は肩幅に開いて、つま先と膝は正面に、でそこから股関節から前に倒して、深くお辞儀する。そうです、深くこう深くお辞儀するときになるべく遠くにお辞儀をする、はい、頭をこう遠くに運んであげる。でこの時に足の裏の全体にちゃんと体重が全部乗って膝も内側に入らない。かなり難しい。こんなにハムを伸ばしたことないんじゃないかぐらいハムがギャーンって伸びる。それを意識してない証拠かもしれないですね。いやバレたこれを継続してるとこの前に倒れる角度とかもどんどん遠くに行くんで、はい、さらにこの股関節から曲げるっていう動作ができる。なるほど。筋肉を使うっていう目的もそうなんですけど、あとこれもすごい大事で、ジャンプというよりもウェイトでクリーンとかスナッチとか、その時にトリプルエクステンション、足首と膝と股関節が一気にこう伸び上がる状態を作るために股関節から曲げてあげるっていう動作がすごい大事で、これができないとよく多いのがこう膝だけで曲げてジャンプするっていうことが多くなるんで、股関節を使って膝も足首もで曲げた状態からジャンプしてあげるっていうのをすると高く飛ぶ。これがこの股関節が使えないと膝だけになっちゃうからジャンプが低くなる、うん、全身をちゃんと使うためのバネをこう縮めてバーンと弾くっていう練習にもなる。詰まってるね。めっちゃ詰まってる。単純な動きなのにめちゃくちゃ詰まってますね。あ、さっきより綺麗になってきた。そう前のようにして、こうして遠くに。そうバッチリバッチリ。ナイス。普段こんな感じでパーソナルトレーニングしてます。いや、でも触ってもらうだけで意識しやすいですよね。これってあんま腰入れない方がいいとこある？入れすぎるとちょっと腰痛めちゃうんで。そうですよね。理想は本当に直線。ちょっと腰入ってるようなやつした。これはもう入ってる。入ってる。まっすぐの状態から目線を変えずにこうやって下げれると結構まっすぐに、ここがそのままの角度で頭の角度も変えずに、そう、はい、下を見る感じです。うん、部格好だけど入ってないよ。あー難しい。このままこうやって下をこうやって見て、はいはい、そうするとそのまっすぐ見てるときにこうやって入らなくなる。このまま倒して、俺もめちゃくちゃ入っちゃうから苦手なんだよ。それこそ手こうやってつけるってやりやすい。へぇ、この線変えないようにして、はいはい、で、おー、よくなったよくなった。うん、そうま、よかった、完璧。すごいねこれ、うん、これやっとくとランニングすごい良くなるよって。なるほどなるほど。わあすごい、ありがとう。これめっちゃいいこと聞いた。次行きましょう。 OK、 最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あこっちだ。